逃亡中の指名手配犯。警察に指名手配されている人物は全国に540人以上存在します。そのうち重要指名手配犯は12人で、その他の指名手配犯も殺人、強盗などの凶悪事件を起こし十数年逃亡を続けている人物も存在しますが、全国的に認知されていないというのが現状です。今回は2024年2月時点で名前と顔が公開されている重要指名手配犯以外の指名手配犯たちがどんな事件を起こして逃走しているのか、そしてその後の行方などについて紹介していきます。それではどうぞ。ネヌイ・ヨシユキ、2023年6月福井県で発生した強盗致傷事件の容疑者。盗み目的で民家に侵入し部屋を物色していたところ住人に見つかり、もみ合いになった際に怪我を負わせ何も取らずに逃走した。犯行から数日後、警察は京都でネヌイを発見し確保しようとしたが、ネヌイは警察に気づき自転車で逃走した。その後現在まで足取りは分かっておらず、福井県警はホームページや SNS などで顔写真を公開して情報提供を呼びかけている。小池博士、2022年8月大阪府で発生した特殊詐欺事件の容疑者。仲間複数人と共謀し銀行協会の職員になりすまし、キャッシュカードの情報が不正に使用されているので止める必要があると電話をかけ、被害者宅を訪れ偽のカードとすり替える方法でキャッシュカードを騙し取った。その後奪ったキャッシュカードを使って ATM から現金計50万円を引き出した。その後の捜査で特殊詐欺グループの主犯格で指示役とみられ小池博士を指名手配した。現在小池の足取りは分かっておらず、大阪府警は情報提供を呼びかけている。田中照人、小池博士の共犯者。小池博士と同様に仲間複数人と共謀し銀行協会の職員になりすましキャッシュカードを奪った後に現金50万円を引き出した。その後の捜査でグループの現金回収役とみられる田中照人を指名手配した。現在田中の足取りは分かっておらず、大阪府警は情報提供を呼びかけている。高須博之、2022年1月東京都と神奈川県で発生した特殊詐欺事件の容疑者。高齢女性から騙し取ったお金の一部である18万円を犯罪収益と知りながら受け取った。警察は特殊詐欺グループのかけ子である高須博之当時33歳を容疑者として指名手配をした。この詐欺グループのメンバーは20人以上逮捕されており、被害総額は5億円以上と言われている。そして2021年頃からフィリピンに滞在していることが判明し、警察は活動拠点から一連の連続強盗事件の指示役ルフィらと関わりがあると見て捜査をしている。しかしルフィたちの身柄が日本へ移送されたことで高須は身の危険を感じ他の国へ出国している可能性もあると考えられている。現在高須の足取りは分かっておらず、大阪府警京都府警合同捜査本部にて情報提供を呼びかけている。藤本健太、2021年8月東京都で発生した特殊詐欺事件の容疑者。仲間複数人と共謀し市役所職員になりすまし70代女性に対して保険料を納めすぎている、還付金はキャッシュカードに入金するのでこれから自宅に行くジムの者に預けてもらいたいと電話をかけ、女性宅でキャッシュカード2枚を騙し取った。警察は付近の防犯カメラの映像から藤本健太当時24歳を容疑者として指名手配をした。現在藤本の足取りは分かっておらず、警視庁は情報提供を呼びかけている。永山誠、2021年4月茨城県で発生した殺人事件の犯人。同居していた兄を口論の末に首などを刃物で複数回刺し殺害、警察が駆けつけた時点で永山は現場をすでに去っており指名手配となった。茨城県警は広く情報提供を求めるため公開捜査とし、犯行直後に飲み物を購入するため立ち寄ったコンビニの防犯カメラ映像2本と顔写真を公開した。その後の捜査で現場から約 1.5 キロ離れた場所に車が乗り捨ててあるのが発見されたほか、犯行の約30分後に新聞の購読停止の連絡をしており逃走準備をしていたと考えられている。現在永山の足取りは一切分かっておらず、警察は逮捕につながる有力な情報に対して報奨金5万円を出すとして情報提供を呼びかけている。
佐竹明、奈良県で発生した特殊詐欺事件の容疑者。2020年12月、奈良県警は佐竹明を指名手配とした。事件の詳細は一切公表されていないが、佐竹は過去に特殊詐欺事件の指示役として逮捕されていた。内容は金融機関の職員になりすまし、高齢男性に対して保険料の還付があります、すでに通知していますが手続きが済んでいないので連絡しましたと電話をかけ、キャッシュカードを騙し取り ATM から現金40万円を引き出すという手口だった。そのため指名手配のきっかけになった事件に関しても同様の手口であると考えられる。現在佐竹の足取りは分かっておらず、奈良県警は顔写真を公開し情報提供を呼びかけている。宮下純平、2020年6月、千葉県で発生した特殊詐欺事件の容疑者。仲間複数人と共謀して市役所職員になりすまし、女性宅を訪れた際にキャッシュカードをすり替えて盗み、奪ったキャッシュカードから現金を引き出した。その後の捜査で防犯カメラの映像などからキャッシュカード回収役だった宮下純平を容疑者として指名手配をした。現在も宮下の足取りは詳しく分かっておらず、新潟県警は情報提供を呼びかけている。西村和孝、2020年1月、大阪府で発生した特殊詐欺事件の容疑者。仲間複数人と共謀し市役所職員になりすまし、高齢女性に対して還付金を振り込む口座の名義人と口座番号を教えてください、キャッシュカードを新しくする必要がありますなどと電話をかけ、女性宅でキャッシュカード4枚を騙し取った。その後奪ったキャッシュカードを使ってコンビニの ATM から現金計220万円を引き出した。それから数日後、別の事件で逮捕された少年が詐欺事件に関わっていたことが分かり、スマホを調べたところ、西村和孝が指示を出していたことが判明。大阪府警は西村を特殊詐欺グループの指示役として指名手配し、他にも余罪があることを視野に入れ情報提供を呼びかけている。ナナコフィーボアテイン、2028年9月から2019年12月にかけて大阪府で発生した国際ロマンス詐欺事件の容疑者。仲間複数人と共謀し、男女4人に医者や軍人になりすまし、恋愛感情を抱かせて、私の口座がブロックされたので君の口座から送金してほしいなどと言い、現金や宝石の送料や保険料などの名目で約2600万円を騙し取った。警察が捜査を進めると、 SNS やマッチングアプリなどを通じてこれまで69人から約4億9000万円を奪っていたことが判明した。そしてすでに逮捕されている共犯者の証言により、ガーナ国籍のナナコフィー・ボアテイン、当時33歳を国際ロマンス詐欺グループのリーダー格として指名手配をした。事件から約2年後、ナナコフィー・ボアテインはアメリカに入国していたことが判明し、警察はインターポールを通じて国際指名手配をしているが、現在も行方が分かっていない。宮古市大、2018年5月、群馬県で発生したコンビニ強盗事件の容疑者。当時群馬県警の警部補だった宮古市大は閉店後のコンビニに侵入し、現金1万円とビール券30枚を奪った。店を出た際にパトロール中の警察官に遭遇したため、体当たりして突き飛ばした後に現場近くで軽自動車を盗んで富山方面に逃走。警察は宮古市を犯人と断定して指名手配をした。事件当日に岐阜と富山の県境付近を通行していたトラックのドライブレコーダーに宮古市の運転する盗難車が記録されていたため、出身地である富山方面に逃走した可能性が考えられている。また事件から2ヶ月後、富山県の川岸で激しく破損した宮古市の盗難車が発見されたが、大雨の増水の影響で上流から流れ着いたとみられている。宮古市は事件当時群馬県高崎市で妻子と暮らしていたが、家族への連絡はなく、群馬県警は約8900人の捜査員を投入し、都市部に潜伏している可能性も視野に入れて捜査を続けているが、現在も生死を含め行方が分かっていない。北平隆、2017年3月、海外から金塊を密輸しようとした容疑者。事件の詳細などは公開されていないが、金塊密輸グループの指示役で、あだ名はヘイベイとされている。藤田金也、2013年9月、福岡県で発生した強盗致傷事件の容疑者。商業施設の駐車場で女性から現金を奪おうとし、刃物で怪我を負わせた。身長は163センチ。福岡県警は情報提供を呼びかけている。
モフタール・ベルモフタール2013年1月アルジェリアで発生した人質殺害事件の容疑者、イスラム過激派組織イスラム聖戦士決明団が天然ガスプラントを襲撃し、プラント建設大手である日記の社員ら日本人10人ほか、ノルウェーやイギリス、フランスなどの10カ国の計40人が殺害された。その後警察はイスラム聖戦士決明団の指導者であるアルジェリア国籍のモフタール・ベルモフタールを組織的な殺人の容疑で国際指名手配し行方を追った。事件から3年後アメリカ政府やアルカイダはベルモフタールの戦死を認定したが、日本の警察は死体確認ができていないことから現在も指名手配していると考えられる。チン・マンツォル。2009年1月千葉県で発生した広域詐欺事件の主犯格、千葉、秋田、山形、島根でパチンコ景品の偽装メダルを交換所に持ち込み総額1200万円を騙し取った。警察はこれまでに日本人数人を含む中国人ら6人を逮捕し、主犯格であるチン・マンツォルを指名手配した。逮捕した6人は十数人の広域詐欺グループを作り、買取所ごとに実行メンバーを組み替えて精巧に作られ景品やレシートなどを持ち込んでいたという。その後の捜査でチン・マンツォルは事件発覚の約1年前に中国へ出国していたことが判明した。そのため警察はインターポールを通じてチン・マンツォルを国際指名手配しているが、現在も捜査に進展はないと考えられる。村田俊二。2009年1月山口県で発生した殺人事件の容疑者、自宅アパートで自身の妻の首を絞めて殺害した後に現場から逃走した。事件の数日後自宅を訪れたホームヘルパーが遺体を発見し、夫である村田俊二の部屋から心中をほのめかすメモが発見された。自宅には村田が普段使っていた車が残されていたことから、警察は付近の山や公共交通機関などを捜査したが、手がかりは見つからなかったため村田に逮捕状を請求し指名手配をした。近所に住む住人によると村田の妻は体が悪く入退院を繰り返していた、糖尿病で目を悪くして悩んでいたという。また夫婦で一緒に車で買い物に出かけるなど2人は仲良さそうに見えたなどと話した。現在も村田の足取りはつかめず、生死含め行方は分かっていない。シャベス・フレディ・グラニア・ロペス。2008年6月静岡県で発生した殺人事件の容疑者、同僚である女のアパートで自身の夫を口論の末に刃物で刺し重傷を負わせた。その後不倫相手の男と合流し3人で山林に連れて行き鈍器で殴り殺害した。その後の捜査で同僚である女が逮捕され、夫婦がアパートでトラブルになり妻が刃物で刺したなどと供述をした。この供述を受けて被害男性の妻であるシャベス・フレディ・グラニア・ロペス当時34歳と不倫相手の男が指名手配された。しかし犯行後2人はブラジルに帰国し、ブラジルの警察に出頭していたことが判明した。現地の取り調べでは同僚の女が刺したと無罪を主張したり、刺したことを認め正当防衛を主張したりしているという。ブラジルの法律では自国民の引き渡しを認めていないことから、ブラジルで処罰される可能性が高いと考えられる。山下マウロ・タダオ。シャベス・フレディ・グラニア・ロペスの不倫相手で共犯者、殺害に関与した3人は同じ会社で働いていたが、事件後はシャベスと共に会社を辞めブラジルに出国した。シャベス同様に無罪を主張しており、日本へ身柄が引き渡される可能性は低いと考えられる。アナン・カムピーラ。2005年1月神奈川県で発生した殺人事件の容疑者、同居していた女と共謀してタイ国籍の売春婦を刃物でめった刺しにして殺害、犯行後遺体をスーツケースに入れて公園に遺棄した。当時現場である小金町のタイ人は高い掛け金を払った出資者に積立金が配当される無人口で互いを助け合っており、被害女性はその配当190万円を受け取った直後に殺害されたことが判明した。さらに被害女性が働いていた売春宿の経営者は競り落とした無人金を奪われ消されたと聞いたと証言をした。事件から約1ヶ月後共犯の女が逮捕され、その供述により無人口の胴元であり人身売買のブローカーだったアナン・カムピーラ当時29歳が容疑者として浮上。警察はすぐに逮捕状を取ったが、カムピーラは事件の翌日に日本を出国しタイのチェンマイに逃亡していた。そのため警察はインターポールを通じて国際指名手配しているが、現在も行方は分かっていない。
林長、2003年9月神奈川県で発生した殺人事件の容疑者。事件の詳細は公開されていないが、路上で男性を殺害し刃物を持って逃走したとされている。中国籍で身長178センチ体重90キロ、逃走時は長髪でセンター分けをしていたという。チェン・ユン・ヤオ、2003年10月、東京都で発生した殺人事件の容疑者。仲間一人と共謀して薬局に押し入り、閉店準備をしていた店長の背中や首などを包丁で複数回刺し殺害、女性薬剤師一人に怪我を負わせた。現場には凶器のほか、マスクや粘着テープが落ちており、事件当日に現場近くのコンビニで同じマスクと粘着テープを購入していた中国人2人が容疑者として浮上した。そして事件から4ヶ月後、入管法違反により逮捕された男が容疑者のうちの一人と判明し逮捕され、仲間と入ったが自分は殺していない、まさか殺すとは思わなかったと供述をした。そして共犯は中国籍のチェン・ユン・ヤオであることが判明し、警察は指名手配をした。その後の捜査でチェン・ユン・ヤオは2003年12月中旬まで埼玉県でアルバイトをしていたが、その後偽造パスポートを使い香港経由で中国に出国していたことが判明。警察はインターポールを通じて国際指名手配をしているが、現在も行方が分かっていない。伊藤英文、2001年9月大阪市で発生した殺人事件の容疑者。事件の詳しい情報は公開されていないが、遊歩道で知人の女性を殺害し、その場に居合わせた男性も殺害しようとしたとされている。生存していれば94歳で、右首に手術の跡があることが分かっており、大阪府警は情報提供を呼びかけている。ファン・キュソン、2001年7月、神奈川県で発生した現金輸送車襲撃事件の容疑者。仲間複数人と共謀して現金輸送車を襲撃し、乗っていた男性を暴行した後に現金約7800万円と小切手などを奪って逃走した。その後、事件に関与したメンバーが逮捕され、その供述により韓国籍のファン・キョスンも犯行に加わっていたとして指名手配をした。襲撃計画を発案したのは現金輸送車の運転手の男であり、下見や犯行手順を綿密に打ち合わせるなど計画的な犯行だった。現在ファン・キョスンの足取りは一切分かっておらず、神奈川県警は情報提供を呼びかけている。ソウ・ケイセイ、2000年2月島根県で発覚した覚醒剤密輸事件の容疑者。港に停泊する船から約250キロの覚醒剤が発見された。警察の捜査の結果、覚醒剤密輸を取り仕切っていたとみられる在日朝鮮人のソウ・ケイセイを指名手配した。ソウ・ケイセイは山口県の貿易会社社長で、表向きは北朝鮮からの海産物の輸入や自動車の輸出を行っていたが、実際は北朝鮮と日本の暴力団をつなぎ覚醒剤の取引をしていた。現在は国外に逃亡した可能性が高いことから国際指名手配とされているが、その後の足取りについては分かっていない。李俊子、1999年11月福岡県で発生した殺人事件の容疑者。事件の詳しい情報は公開されていないが、共犯者に被害者殺害を依頼して殺害させたとされている。韓国籍で身長は155センチ、福岡県警は情報提供を呼びかけている。モハマディ・ジョザニー・アリー・アクバル、1998年4月、千葉県で発生した殺人事件の容疑者。事件の詳細は公開されていないが、拳銃を使って外国人を殺害した。イラン出身で身長168センチ、腕に怒りの入れ墨が入っていることが分かっており、千葉県警は情報提供を呼びかけている。林国炎、1998年6月、千葉県で発生した傷害致死事件の容疑者。事件の詳細は公開されていないが、中国人密航者を殺害したとされている。李宗基、1998年6月、大阪市で発生した殺人事件の容疑者。事件の詳細は公開されていないが、10時間以上にわたり中国人男性に殴る、蹴るなどの暴行を加え、殺害したとされている。張立新、1995年6月、福岡県で発生した殺人事件の容疑者。事件の詳細は公開されていないが、アパートで被害者を刃物で刺し、殺害したとされている。中国籍で身長は172センチ、福岡県警は情報提供を呼びかけている。
竹内和夫、1994年11月福岡県で発生した強盗致傷事件の容疑者。飲食店経営者宅に侵入し、帰宅した男性に殴るなどして怪我を負わせた後に現金約60万円を奪って逃走した。犯行から約2年後、竹内和夫が容疑者として浮上し指名手配をしたが、竹内はすでにフィリピンに逃亡していた。さらに犯行から29年後の2023年7月竹内はフィリピン入国管理局に拘束されていたことが判明した。国外にいる期間は時効期間が停止することから、本件はまだ時効が成立していないため日本へ強制送還された段階で逮捕される見通しである。